5番の長橋がまず先に動いて4番山田のところまで上がりまして、さあ先頭まで出ます。赤番周回の第1コーナー、ここは3番の大内が、しかしここ5番の長橋もう一度後方下がります。第2コーナーからバックストレッチで3番の大内正和がペース掛けでの先行体制でジャンが入ります。4番の人気山田正明、その山田の後ろ1番の橋本、さあ後方から2番の菊谷上がります。4コーナーからホームに向いて2番の菊谷が上がって、さあここは追い越していくか、3番の大内の後ろまで追い上げマークか。最終周回の第1コーナー、3番の大内の先行、そしてしかし4番の山田正明すんなり番手を回れた。1番の橋本が3番手、第2コーナーから最終バック3番4番1番6番と中部の4選手が完全固い結束で最後の3、4コーナーカーブしていく。3番の大内正和の会心戦先行に乗っては4番の山田、その4番山田のその番手から1番の橋本突っ込んでくる。地元両者で合輪。さあまずは三重勢が赤番周回のホームストレッチで2列の並走でインコースに近畿勢を詰めていきます。近畿の2番大中すんなりと引いて5番手位置まで下がってもう一度出直す格好。第2コーナーからバックストレッチペースを上げて2番の大中積極策で残り1周半の今鐘が鳴りました。近畿勢が先行体制を取りました。5番の西は中段の4番手、そして1番の吉野を連れてまくりの準備です。さあ7番の太田が後方の6番手7番手の三重コンビで最終ホームを通過。さあラスト1周です。本格的に先行したのはこの2番の大中、番手は4番の松山、そして後ろからまくって出るは5番の西、5番の西4番手まくり、1番の吉野を連れてさあまくっていくが4番の松山牽制するも3、4コーナーカーブ、さあぐいぐいと前捉えた。5番の西がまくり捉えて1番の吉野との一騎打ち、最後の直線に向かってくる。5番1番1番5番直線変わったところでゴールイン。さあ1番の渡辺、今日は人気に応えていきたいところ、マークにつけるは7番の奥出健志郎となります。その後ろには3番の徳丸康則、そして6番の大川英二、近畿は5名の選手が並んでいます。第2コーナーからバックストレッチ、さあ長い近畿勢が発進体制、さあ4番の佐山が先頭で鐘を鳴る。さあ2番の山口番手インで粘りました。1番の渡辺のインコースで粘る。さあ2番手完全にインで迫っていった2番の山口だが、アウトコースで1番の渡辺との競り合い体制、最終周回に今入るインゼリ体制から2番の山口競っていく。1番の渡辺アウトゼリながら苦しい体制が 1,2 コーナーのカーブ。さあ依然ここはマーク戦の展開、2番手回り、さあバックストレッチから3コーナー、4番の佐山の後ろがややちぎれた。2番の山口、しかし追いかけてきたのは5番の辻だ。5番辻が追い上げて4番の佐山に迫ってくる。最後の4コーナー、4番の佐山押し切り体制、後ろ続く5番の辻、ゴールは横に並んでゴール。ホームに戻って間もなく残り2周の赤番掲示を今通過です。ここで本格的にペースを上げていくか、6番の亀井、昨日はジャンバエ先行を見せている6番亀井ですが、今日2日目も積極策に打って出るか。7番の下岡先に出てきました。短期の5番の武田がそれに切り替え乗ってきました。ジャンを受けたのは7番の下岡、2番の佐藤2番手、3番手が5番の武田、
さあ一番後ろで大阪勢が控えているが、中段では6番の亀井も発進体制か。4コーナーからホーム、さあ大阪勢が行った。大阪勢ここは中段を取りに行った。最終周回に入っての第1コーナー、まずはここ逃げる7番の下岡、番手は2番の佐藤、3番手に5番の武田となって、さあ第2コーナーからバックストレッチへと向かっていく。さあ中段の4番手もつれるも、中段から5番の武田まくろうとするが、ここは不発。2番の佐藤がここはしっかり2番手を守りました。7番2番5番の体制で最後の4コーナー回ってくる。7番の下岡先頭、番手を回る2番の佐藤、詰め寄ってくるが、ここは有利に逃げ切って7番の下岡勇気。西谷動いてきました。4番の中井守を連れて、さあまず近畿刑事コンビがまず中段から前段まで上がってきます。それに6番の吉川の中部の2人も乗ってきました。5番の伊藤が下げて、1番の2頭はその大阪奈良のコンビの後ろへと終始つけています。第2コーナーから向こう上面の直線コース、ペースを上げて外からぐんと5番の伊藤が踏んできた。2番の伊予野を連れて先行体制へと持ってくるか。7番の西谷はここは近畿勢の後ろを引いて4コーナーからホームストレッチ。5番の伊藤が最終主導権、2番の伊予野が2番手、3番手に1番の2度となった。その後4番手に7番の西谷という体制で最終周回の第2コーナーかかっていく。5番の伊藤が先行です。この5番伊藤に2番の伊予野が絶好の番手位置、1番の2伊藤が3番手の位置で3コーナーから4コーナーに向かっていく。さあ5番の伊藤が残っていけるか、2番の伊予野が突っ込んでくるか。最後の4コーナー直線に向く、直線かわしてきた2番の伊予野、直で今五輪2着通過は1番2頭か。正面に戻って間もなく残り2周というところ、赤番周回に入っての第1コーナー、その近畿の2人に乗ってきたのは千葉コンビ、中部勢が下がります。そして2番藤田大輔先頭に出て、それに乗って4番の吉田が先行体制へと掴んできました。さあ鐘が鳴ってジャン先行は4番吉田、マークは1番の今藤、3番手に6番の武田で、そこへ5番の藤田が中段を取りに行く。4コーナーからホーム。さあレースの方は正面に戻って、まもなくラスト1周、4番1番6番の体勢、4番手がここは絡み合っている。インコースをついては2番の藤田が 1,2 コーナーのカーブ、4番の吉田が先行、そして1番の今藤牽制しながら、そして2番の藤田は3番手に潜り込んだ。バックから3コーナーに向かって4番1番2番、その外に6番の武田という体勢で最後の4コーナーからホームに向かってくる。4番の吉田先頭で残るか、1番の今藤突っ込んでくる。ゴールは直線変わってゴールイン。さあここは正攻法4番の望月、それに後ろ続く5番田中、そしてあとは後方からの動きを待ちます。7番の竹澤のラインがどう動いてくるか、それを警戒4番の望月。第2コーナーからバックストレッチに入って、さあ動いてきた7番の竹澤を見てペースを上げる4番望月だが、さあここで鐘が入って両者踏み合いになった。7番の竹澤外から主導権を奪っていくも、インコースから4番の望月突っ張る。さあこの突っ張った望月の後ろ5番の田中、5番田中がなんとかここはしのいだ。1番の加藤も3番手、さあここは完全に一周しました。4番の望月がそのまま主導権、5番の田中春樹は番手絶好の位置に結局収まって最終バック、1番の加藤が3番手、2番の井原はそれにうまく乗り換えて4番手位置で3コーナーから4コーナーに向かいました。4番5番1番体制、4番手からまくりを2番の井原繰り出す。最後の4コーナー、しかし番手を回る5番の田中、5番田中と4番の望月直線ゴールかわしたところか、5番4番か。
7番の大家も初日特選から2着2着のオール連帯築いて上がってきた。7番の大家のラインは後ろ4番の愛嬌ひろゆき、それに3番の宮地のりょう、ラインの長い愛知勢はいずれも3名ともが特選シード。その7番の大家が動きを見せました。第2コーナーからバックストレッチ、愛知勢がここでジャンから先行です。さあ1番の堀は引いて愛知勢の後ろ4番手を取りに行く。しかし6番の南も4番手を取りに行ったが、4コーナーからホーム、4番手が並走対戦だった。さあホームに向かってきた。ここで今度は6番の南蓮が行くが、しかし2番の原田がちぎれた。さあ最終周回の1コーナーから2コーナー、さあ外からグイグイと6番の南まくっていく。第2コーナーからバックストレッチ、7番の大谷先行突っ張っている。今度は緩んだところ1番の堀のまくりだ。1番の堀外からまくってくるもどうか、外に膨らんだ。内からは4番の愛嬌が行く。愛嬌の後6番の南、ここはこらえている。最後の直線向かってくる4番の愛嬌か、外から伸びてきたが横一線。そしてまた動きを見せた7番の山賀です。さあ山賀が赤番周回ホームストレッチ先頭に出ました。3番の谷口がそのアウトコースから外を踏んできます。4番の古生はやり過ごして後方6番で5番手の位置となって、第2コーナーからバックストレッチ、5番手から今度は出てくる。それを見て3番の谷口が突っ張る構えだ。さあジャンが入って3コーナー、3番手が並走体制となる。インコースは7番の山が、外は4番の古生という体制で4コーナーからホーム。3番の谷口がペースを上げていく。ラスト周回に今入った3番5番、そして3番手は4番の古生が取って、ここはまくりの準備、1、2コーナーのカーブ。さあ1番の金子もその後追ってくる。第2コーナーからバック、3番手からまくり発進、4番の古生のまくり、それに追随は1番の金子、そして地元の原が続いた。3、4コーナーカーブ、まくり成功、4番の古生だが2番手もつれる。5番1番、最後の4コーナー直線に向く。さあ4番の古生有利な展開、1着押し切ってゴール。2着通過は接戦ながら1番か。